Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。遅くなりました。ただいま帰ってきました。サルです。ですね、この1年1月始まりまして、もう1月が終わってしまうぐらいになりました。この時期はまあいろいろ忙しくてですね、東京へ行ったり、釣りの撮影をしたり、いろんな書類を片付けたりね、しなきゃいけないんです。なんつってもね、確定申告っていうのがありましてね、税金だったり使った経費だったりっていうのをね、整理しなきゃいけない仕事がね、 YouTuber にはあるわけでございます。まあそんなことはさておいてですね、今日ね釣りに行きたかったんですけど、本当にね1時間できたかどうか、もう本当にエンジョイだけになってしまったんでね、動画の方はねちょっと撮れなかったと言っても過言ではない。まあそんなことも言いつつなんですが、皆さん結構ね、僕がね釣りに行くときに身につけてるものとかがすごい気になってしまうんですけどっていうコメントを結構いただきまして、まあ今日はそちらの方をご紹介しつつ、どんなものをいつも持っていくのっていうのをね紹介したいと思います。え、サムネイルとタイトルが全然違うのかって。まあ待って、まあ待ってくれ。まあ一つずつ紹介していきましょう。ここにあるものすべてですね、まず釣り YouTuber に必要なものといったらタックル、カメラで、その他に必要なものといったら、まあルアーバッグ、これです、これですね、ルアーバッグ、ドミノピザ、だからピザじゃないんですよ。中に入ってるのは替えのバッテリーとか、雨が降った時の胸カメラ用のハウジングケース。替えのバッテリーはもうごちゃごちゃです。腕につけるベルト、緊急にお泊まりが必要になった時のお泊まりセット、日焼け止め、そして釣りに必需品となってきている天候グラス。一人で撮影してることが多いんで本当にね危ないので、ライジャケ最近はもうね必需品になってますね。特に撮影してる時なんていうのはやっぱり事故がないようにしていきたいんで、これをつけてます。とまあこんな感じなんですが、今日ね東京から帰ってくる時にね、先輩と釣り返し寄ったんですよ。で寄っていろんなルアーがあるなー、これ欲しいなあれ欲しいなーって言ってもなー、まだ全然使ってないやつもあるしなーなんて考えてて、一体俺には今何が必要なんだと考えましたら、ようやくタイトルとサムネイルが結びついたね。そうです、こちらー、ベッドインスケール。そうです、魚を測るメジャー、ベッドインスケールメガバス3200円、3200円しました。そうなんですよ、俺メジャーをね買ってなかったんですよ。メジャーを、メジャーなくてよく測ってきたな今までと思います。ということで開けました。どんなものか見ていきましょう。ベッドインメジャー、ベッドイン、シャキーン、カパッ、はい、こんな感じですね。口閉じってやつですね。ここにピタッとつけてスーッと測っていくと、だいたいこうピンって伸ばすとこの下の尾っぽのところで、まあ、約60。このぬいぐるみの鯉はどうやら60クラスだそうです。なんでね、メジャーを忘れた時はこの鯉を車に常に置いておけば、まあ、だいたいここからここまでの長さが60だからっていうので簡易的に測れるという画期的な鯉だったね。ということで今年はこのメジャーにたくさんのブラックバスをベッドインしてモテる男になりたいと思います。以上、スペースモンキー TV でした。切実です。バイ。